こんばんは。ダラスでバーテンダーをやっているジョージと言います。今日はですね、今日は5月の2日です。これ撮ってる日は5月の2日はどんな日かというと、僕のお母さんの誕生日です。本当なんですけど、それは5月の一番最初の週末はケンタッキーダービーです。ケンタッキーダービーっていうのは世界で一番でかい競馬のダービーですケンタッキーダービーで、これ毎年5月の最初の週末にやってまして、でそこで有名なのがミントジュレップです。ジュレップ、ダービーといえばジュレップなので、今日はジュレップの説明をします。で、まあ期限とか、まあ、話をうんちくをちょこちょこっとなるべく早めに終わらして、今日は作る方ね、どうやったら美味しいジュレップができるか作る方を結構じっくりやっていきたいと思います。はい、じゃあまずうんちくからいきましょう。うんちく、期限は900年らしいです。で、他の動画にもあった、あの時ペルシャでとか、まあ、イスラム圏で錬金術師もとい、まあ、科学、今日でいう科学者がいろんな実験したりしてたので、それをそこの中にジュレップのがありまして、その当時は、薬用の飲み物で水にスミレの花を染み込ませて、で砂糖をちょっと加えて飲んだっていう薬用の飲み物だったそうです。それがまあだんだんこう何かをつけて、こうなんかボタニカル、薬草をつけて飲むっていう方法に変わってきました。で、結構話は飛びますが、これは植民地時代、イギリスとか他のヨーロッパの国がアメリカと、まあ、この場合で北アメリカですね、今アメリカ合衆国がある北アメリカにどんどん植民地として入ってきたときに、いろんなものを始めて、まあ、飲みに入ると、これは別の動画で結構じっくり紹介しますけど、ラムなんですよね、新大陸は、新世界はもうラムなんですよ。むっちゃむちゃラム作ってたんですよ。なんで作ってたのかっていうのは別の話ですけど、なのでラムにこうジュレップとしてこうボタニカル、薬草をこう漬け込んでこう薬用で飲むっていうのが流行りました。今でもモヒートですよね、モヒートのライムジュースなし状態ですよね。もともとはだからこれだったんだ、ラムね。で、薬としてまあ薬用、このミントってメンソールじゃないですか、だからこうスーッとする作用があるし、まあ、いろんな、まあ、いい作用があるそうなんで、薬用としてこうお酒と水と、まあ、ちょっと砂糖で飲みやすくしてっていうことだったんですけど、で、まあ、お酒なんで、お酒飲むんで、だんだんね、こう言い訳になってくるんですよね。本当もともとはこう1600何十年とか1700年前半ぐらいまでは本当にお医者さんがジュレップ飲みないみたいな、ああじゃあちょっとジュレップの量を増やしておきますねみたいな感じだったらしいですけどね、だんだん飲む口実になってきまして、こう昼間からこうジュレップ飲んで、あんた何飲んでんのよ、あうるせえな、これ薬だ薬、あ薬うめえなみたいな、あ薬もっと俺薬飲みてえやみたいな感じで、お薬かっこ笑いって書きましたけど、飲む口実に使われてくるようになって、この当時の文献、独立戦争のあたりの文献だと結構もう小説とかでもこうジュレップを飲むっていうのはお酒飲みたいのをごまかして言う言い方っていうのは定着してきたみたいです。
水じゃなくて、まあ、本当はお酒を飲みたいからみたいな、らしいですね。で、だんだんその使われている材料が、コニャックとかブランデーになってきます。まあ、コニャックはブランデーの中の、あの、カテゴリーですけどね。カテゴリーというか、まあ、コニャック、地方で作れるブランデーですけど、まあ、コニャックの方が、まあ、名前が知れてね、これにしました。で、これが、まあ、一コニャックで作るジュレップが、ザ・ミントジュレップだったんですね。で、これはもう、独立した後に、こうフランスからバーッと、フランスも共和国、アメリカも共和国なんで、ザ・リパブリックなんで、コニャックがいっぱい入ってきます。で、ミントジュレップといえば、コニャック。もしくは、まあ、ブランデーって感じだったんです。他のブランデー。それで、そのまま黄金時代、他の動画でも話しました、カクテルのこう基礎ができて、レシピも出回って、もう今日、クラシックって言われてるカクテルがほとんどできた時代ですね。カクテルの黄金時代にはもう完全にスタメン入りって書きましたが、もうジュレップっていうカクテルはもう、まあ、みんなが知るカクテルの一つでした。でも同じ時期に別のことが起きます。これはきっとね、この黄金時代、まあ、その当時交通がもっともっと盛んになっていくんで、大陸とアメリカとヨーロッパのね、この影響だと思うんですけど、フィロキセラっていう事件が起きます。これフィロキセラっていうのは、これ面白いので別の多分話動画で多分作ると思うんですけど、あのちっちゃい虫なんですよね。アブラムシかな、アブラムシで、ブドウの木が大好きなんですね。なんかに混じってヨーロッパに来て、でブドウの木を食べ始めちゃうんですよ。で、どうやっても駆除できなかった。実際今もね、駆除できないと思いますよ。駆除する方もね、すっげえいっぱいこう食べるから、今も駆除できないんですよ、これ。で、50年間これに悩まされて、ブドウの木を食べちゃう虫に。だからブドウを作れなかったんですよ。ブドウを育てられなかったんですよ、ヨーロッパでは。で、これこれ結構この話面白いんでね。で、しかも僕ダラス、テキサスに住んでるじゃないですか。テキサスの人がこれを救ったんですよ。これ面白い話なんで、別の話時に話しますね。で、まあ、何がこれジュレップの話なんで、これなんでこれを書いたかというと、フィロキセラによってブドウを栽培できなくなって、ヨーロッパでね。それでブドウを栽培できないとワインが作れないじゃないですか。でワインも大、これめっちゃでかい出来事なんですけど、ワインが作れない、ワインが作れなかったらブランデーとかコニャクが作れない、コニャク作れなかったらアメリカに輸出できない。だからアメリカ、こうカクテルが飲まれてるアメリカでは、今までずっと入ってきたコニャクが入ってこなくなっちゃったんですね。だから今までミントジュレップといえばコニャック使ってきたのに、肝心のコニャックが手に入らなくなっちゃったんですね。なのでしぶしぶ、いやいや、まだクオリティが完全に上がりきってないウイスキーを使う羽目になったんです。ああ本当はコニャックの方がめんだからな。ああしょうがねえ、まあ似てないこともないからウイスキー使うしかないべやってなって、いやいやウイスキーになって、まあ、もちろんウイスキーのクオリティはどんどん上がっていくんで、この時にこれによってウイスキーカクテルになりました。で、これはね、同じパターンの話がたくさん他のカクテルにもありまして、一番有名なのはサゼラックってカクテルですね、ニューオーリンズの。あれももともとはコニャックとかブランデー作ってたのが、在庫がなくなってウイスキーに変わったっていう、これね、同じパターン。オールドファッションとかでも同じパターンです。オールドファッションはもともとラムかな、忘れたけど、ラムだな多分。まあいいや、これでまあその同じパターンでジュレップにも
コニャクからウイスキーにベースが変化したという話です。で、まあ合うんです、美味しいですよ。ウイスキー、美味しいウイスキー使えば美味しく作れるんで定着しました。で、ケンタッキーはバーボンの産地ですね。で、ケンタッキーで馬も有名なんで、ケンタッキーダービーが始まりました。だから自分の地元で作ってるウイスキーを地元で開催してる競馬のイベントにこう出すっていう、まあ、ごく自然な流れになりまして、でそこでジュレップ、ミントジュレップ、ケンタッキーのバーボンを使ったミントジュレップをケンタッキーダービーでっていう流れになり、1938年に公式にしちゃえと、公式カクテルになりました。なので今日はもうケンタッキーダービーといったらダービーデーはジュレップを飲む日なんですよ、全国。はい。で、今日はもう2日でこれなんだ、1、10、100、1000、10、12万杯出るらしいっすよ、2日で。だから1日6万杯の飲むんです。6万杯出るらしいっすよ、ミントジュレップが1日。すごいっすね。で、その1日6万杯の一つになりますか。じゃあ、ご宅はこのぐらいにして、じゃあどうやったら美味しいミントジュレップを作るかやっていきましょう。はい、ちょっと準備してます。まずね、あのジュレップマグっていうのがあるんですよ。だいたいこんぐらいの大きさで、まあ昔は銀でできたんですけど、今はまあステンレスなんですけど、これね、うちないんですよね。っていうのはあんまジュレップ出ないんで、ジュレップマグ別にいらないなと思って。でジュレップマグって他のカクテルであんま使わないんですよ。ジュレップだけしか使わないから持ってないんですよね、うち。なのでこれデカめのロックグラスにします。で、まあ冷やしながら、素材の選び方からまず説明して、素材の選び方ね。で、まあ、ミントの扱い方が結構重要なんで、そこで、で最後に、まあ一から作っていきます。これステンレスはすぐキンキンになるんですけど、これグラスが分厚いんで、これ冷やしながらね。で、まず素材の選び方ですね。それ、まあ今日はここラムだったとかコンニャクだったとかもありますんで、僕ね、多分ね、作るとしたらね、ラムかな、ね、とかね。ハンプトンエステイト超うまいですよ、これ。戦後ジャマイカのラム、あのハンプテン、ラムって自分の作ったのを自分でパッケージ売るっていうのがあんまりなくて、例えばなんかブランドがいろいろ別々から買ってやるんで、まあいいや、長く説明すると長くなるんで、むちゃくちゃうまい、まあまあ、あれ使い方かな。まあウイスキーの話にしましょう。ウイスキーの話に戻します。僕は多分これを使いますね。まあ、いつもこれ使ってるんですけど、うん、この中でも見ても、これは Old Granddad Bonded、 Old Granddad はあのハイライマッシュのバーボンです。でバーボンなので 51% 以上はトウモロコシだけど、その 49% は何使ってもいいんで、これはライが高いバージョンですね。ライが高いと結構ドライな感じ、からピリ辛って感じになります。はい。でこれバンデなんで、バンデ、まあ、まあ話すとちょっと長いんで省略しますけど、今日その昔あったシステムだったんですね。今日はボンデットって書いてあったら、だいたい100proof 50% アルコール度 50% って感じです。今日は昔はもうちょっとあったんですけど、今はそのシステムがこ
これ古いシステムの時のやつなんで、ボンデッドって書いてあったらアルコール 50% のお酒っていう感じで大丈夫です。そんだけ、その AB のだけ知ってれば OK です。でこれ氷がむちゃくちゃ多いんで、こうウイスキーこう入れてもすぐ水っぽくなっちゃうんですよ。なのでなるべくアルコール度が高いものを使えばその水っぽくなりにくいので、なのでなるべくアルコール度が高い、そしてまあ普通に飲んでも美味しいものを選びます。なぜかというと、これあのむちゃくちゃシンプルなカクテルなんで、こうウィスあのお酒はウイスキーしか入ってないんで、だから美味しいウイスキーはむちゃくちゃ大事ですね。次砂糖なんですけど、砂糖は昔はあのでっかい砂糖、角砂糖のもうなんか超でかいバージョンを買ってきて、それをこう砕いて使ってたらしいですね。なのでまあ角砂糖が一番正解なんですけど、やっぱりまあ、 あの溶けづらいんで、でまあ水もどうせ入るし、シンプルシロップにしました。これはもう砂糖と水同じだけで、これあの砂糖の比率を増やしても全然 OK です。それも 全然ありです。これはあのブリーチされてない砂糖をケーンシュガーですね、ケーンシュガーを、まあ、同じ比率でやりました。というのは僕はあのあんまり砂糖を入れるつもりがないので、ほんのちょこっとしか入れるつもりがないので、あんまり重要視しなかったです。結構がっつり入れたい人はあの濃いめの方がいいです。あの2倍、砂糖2に対して水1でちゃんと熱して溶かすの、そういうシロップを使った方がいいと思います。それはなぜかというと、あの水っぽくなりにくくなるので、ちゃんと甘さは入りつつ水っぽさは抑えられるというふうになるので、甘めのジュレップが必要、欲しい甘めのジュレップを作りたい人はあの比率、シロップの比率を増やすのがいいと思います。はい、次はミントね。これはねスペアミント、オーガニックのやつ。だいたいみんなスペアミントが一番流通が多いんで簡単に手に入るんで、スペアミントですね。でなるべく葉っぱがでかいやつの方が僕は好きですね。あのいろいろやりやすいんで、ちまちまのめんどくさいんで。で一番これいい方法は、まず買ってくるじゃないですか、どこまで。であのこのミントの逆さにして氷水につけます。氷水に5分とか10分とか氷水につけて、つけた後にこう抜いて、まあ水気を少し切り、ね、あのステムの方、根っこに近い方を何センチでもいいんで少し切って、あったかい水につけます。あったかい、まあ、ちょっとこう洗面所でお湯あったかい方を出して、まあマックスにいったぐらいの、熱湯じゃなくて あったかいお、あの水につけると、こうなってたのが、あ寒いよ寒いよってなったのが、あってなるんで、こうなってるでしょ、あってなってる。でこれね、いいミント買ってきて、もう最初から完璧だったら、やそれやらなくても、あの その場合は逆ね、すでにいい状態だったらいい状態をこうキープしたいので、氷水につけた方がいいです。でまあなんかまあ普通かちょっとへたってるぐらいだったら、その方法を使ってください。そうするとこれ、ね、ちょっとへたってたんですよ、写真ないけど、ちょっとへたり気味だったのが今もう抜群にいい感じになってるんで、元気ありありな。まあ細かくパパッと説明すると、こう収縮されてるのがこう締まってる状態になってて、でまあ
茎を切ると新しいこう断面ができるじゃないですか。そこからこう水を吸いやすくさせるんですね。で水を吸いやすく吸い上げさせてこうまた復活させるという、こうサイクルを早めるって感じですね。であったかい水の方がこう早いんですよ。アルコールでもカフェインでもこうあったかい方が体に行きやすいでしょ、通りやすいでしょ。それと一緒ですね。はい、ミントはまあスペアミントが基本ですね。はい、ペパーミントもねこう見つけたんで取ってきたんだけど、ペパーミント僕ねモヒートにすごい好きなんですけどね、バーボンだったらスペアミントの方がいいのかな。ペパーミントはもっとシャープなこうシャープな感じなんですよね。だからライムとかこうシャープな方に合う気がするんですよ。でスペアミントはもっとこう柔らかい感じなん でこれジュレップってシトラスが入らないのでこうやんわり存在感を出せればなと思います。なので、まあ、スペアミントで十分で、最後はまあ氷ですね。氷はまあクラッシュドアイス、これクラッシュドアイスが一番です。もうクラッシュドアイスイコールジュレップって感じなんでね。でこれも僕はもちろんバーなんでこうマシンで作ってくれるんですけど、家でマシンがないとか家で作りたいときはこれですね、ハンマーと布巾、綺麗な布巾を用意して、うん、綺麗で、この中にこう氷を入れます。どんな氷でもいいんで、でこれをこうラッピングしてで、ふっつって砕きます。でこう開いてパッと入れる感じです。でこれ専用の袋とかもあるんですけど、これねこればっかりやってるとね絶対こう調子に乗ってへっって調子に乗るんで、絶対こう袋がね絶対破れるのよ。なので、でそのなんかせっかく高い袋買って、あこれクラッシュドアイス専用の袋だぜとか言って、あれなんつうんだっけな名前、どうしようか、まあいいや、ズタ袋みたいなやつね。あでもね絶対ね絶対破れるので、普通にこう普通の綺麗な布で OK です。はい、氷ねいい感じに冷えてきましたね。はい、じゃあね、ジュレップ自体は作るのめちゃくちゃ簡単なんですよ。ウイスキーと砂糖、まあシロップでしょ、でミントでしょ、で氷だけなんで、これ全部混ぜてシェイクもしないしステアもしないし、こう、まあ、ビルドって、まあ、普通にこう作るだけなんで、何が一番重要かと言いますと、僕はミントだと思います。まあ最初はウイスキーね、これがね一番味の要なんで、ウイスキーと、でもこれはスキルというか、まあ何を選ぶかって感じなんで、作り方で一番差が出るのはミントの扱いだと僕は思います。ミントをまず、これ誰でもどんなバーテンダーでも基本ステムは使わないんで、ステムはもう茎のなんか草っぽい味になっちゃうんで、ステムは基本使わないですね。なのでこうやって葉っぱだけ取っていきます。まずこれは全部共通で、大体はこの中に入れて、いろいろ入れてこうマドラーでこう潰して、で氷を入れて終わりっていう感じなんですけど、僕ねマドラーでミントを潰すのがね好きじゃなくて、絶対なんかえぐみが出るんですよね、どうやっても。軽く潰すんだとか言っても、軽くだったらあんま意味ないじゃないですか、効果が得られないじゃないですか。強くやったらえぐみ出ちゃうし、なので僕は好きなのは、これモヒートでも一緒なんですけど、好きなのは手で
ちぎる。で、マドルはしない。で、ちぎって入れる。で、たくさん使う。だからあんまりこうちょっとのミントからなるべくミントエッセンスを絞るとかじゃなくて、なるべく何にもしないでただたくさん使うっていうのが僕の好きなやり方です。これでモヒートでも一緒ですね。僕のモヒートはシェイクしますね。だからもう手のひらいっぱいぐらいになるまでこうミント入れますね。手のひらいっぱいにやって、でこう手で叩きます。手で叩くとおこうびっくりするじゃないですか。やべ多すぎた。なので手で叩くとこうパッと香りが出ます。こうやってでちぎります。手でちぎることによって繊維がこう壊れてって、そこからオイルがバーッと出てきます。はい、これグラスに対して結構ミントが多すぎだな。はい、こんな感じかな。全部つかなかったかな。はい、グラスの中で使うか作るからスウェゾーと多分作り方的には一緒です。やり方は。はい、ミントがたっぷり入りましたね。で次他のものを入れていきます。砂糖はもう本当にちょこっと、クォーターオンスとかかな。本当にここまで話して、でウイスキーはたっぷり入れます。これ2オンス、2.5 オンス、もうがっつり入れます。がっつり。ここまで話してあれなんですけど、僕ねジュレップ好きじゃないんですよね。好きじゃないんですよね、実は。なんで好きじゃないかっていうと、バランスが欠けてるんですよね。だからシトラスがないから、酸味がないから、こう強い甘いハーブ、水なんで、甘みと酸味ってバランスじゃないですか。その酸味が欠けてるっていつも思っちゃうんですよね。まあ、でもこれ昔からある、もう超昔からあるカクテルなんで、こうジュレップって言われたらこうやって作ります。はい、できました。じゃあカクテルの中身はできてるんで、ここに氷を足していきますね。これジュレップストレーナーって言います。ジュレップストレーナー、この用途以外で僕使うことないですね。これね、みんななんかね、ミクソロジストの人みんな好きなんですよね、これ。これでこうやって、つって、ミキシングラスにこうやってやって、こうやってやるの好きなんですけど、好きじゃないんですよね。なんかわかんない。これ、僕の同僚がオーダーしてくれって言われたんで、オーダーしたわけなんだけど、僕は基本全く使わないツールです。はい。で、まあ、これ、まあ、適当に上まで氷を入れました。で、こうスウェゾーして、で、こう混ぜていきます。飛び散るね。で、まあ、あのミントを上にこう持ってきちゃったら、こう散らばっちゃうんで、持ってきたくはないけど、こう下の方でこうかき混ぜる感じですね。氷をなじませる感じですね。で、まあ、ちょっと上がってきちゃったら、こうスプーンでまた押し戻したりとかして、でこうするとあの氷が溶けてこう下がりますね。氷の位置がこれ全然 OK なんです。予定通り想定の範囲内です。想定の範囲内。はい、でこれでもう完全にあの混ざりましたね、全部が。はい、で、まあ、ミントを下の方に持ってって、はい、でここに氷をさらに持っていきます。一番こう、これ僕が飲むようなんで、あの多分あの家庭手使いますけど、手使わないやる方法もあります。こうやって持って盛るじゃないですか。まあ、こううっすらまず持って、
で、ガーニッシュを先にやります。あ、ストロー2本で、これよくね、2本ストローが意味わかんない人がよくいて、2本刺す意味がわかんないっていう人はね、結構多いんですけど、なんでかっていうと結構簡単で、クラッシュアイスとか使ったりとか、ミントが大量に入ってたりとかすると、ストロー1本だと詰まるんですよね。で、って吸えなくなっちゃうんですよ。2本あったらどっちかが吸えるんですよ。なので2本です。これは今日ね、プラスチックがカメさんのためにとか言って、プラスチックのストローを使うの反対な運動がね結構多いんですよ。なので僕がこうやって2本とか使うと、あジョージ・ケリーのトゥルルとか言ってちゃちゃ入れられるんですよね。カメ殺しのジョージって言われるんですよ。まあ、これはアガベから作ってるストローなんで、これはね普通に溶けるやつなんでこれ大丈夫です。で、まあ、ミントはね3つぐらいいい感じのやつね、ふっさふさしたやつを使って、まあちょこっと叩けてパシパシと叩いてこうねじ込む。はい、でこれ土台完成しました。土台が完成しました。だいたいもう9割 OK で、さらにこう形こんもり山にしたいんで、これ、ね、手で押すというのが一番、まあ、やりやすいですね。こんもり山にして、はい、ここでこれでもう完成ですね。完成です。で最後にここにねビターズちょこちょこって入れる人もいるし、僕はまあ飾りビターズ上にあっても飲んだりとかしないから、僕はパウダーシュガーをちょこちょこっと、まあ、見た目のみですね。パウダーシュガーをこうちょこちょこっとやって終わりです。はい、見えるかな、ザ・ミントジュレップ。お、強い。うん、まあ、めっちゃリフレッシングな感じでありつつ、やっぱりバーボンがすごい強いので、これねこう、あストローだしこう冷たいし飲みやすそうで飲むと、速攻で酔っ払うかって。ただまあ少し時間をかけて見た目をこうエンジョイしながら、こうケンタッキーのダービー大間さんがパッパカパッパカやってるのをこう見ながら、いけいけってあとジュレップストレーナーってこうやって昔ストローがなかった時はこうやって飲んでたみたいなんですけど、今はねミクソロジストが愛用してますね、ジュレップストレーナー。はい、こんな感じですね。簡単でしょ。だってミントと、まあ、氷家で作れるし、あとウイスキーがあれば結構誰でも作れちゃうカクテルです。そうですね。はい、うん、うまい。もう一杯。はい、そんな感じです。今日は終わります。お母さん誕生日おめでとう。